やっぱり僕がやっぱりハロウィンをこうやってデザインするということですので、やっぱりすっごく楽しくて、そしてとびきりハッピーなデザインにしたいなと思いました。うわー、すごい。セバスチャンさんがこれ考えたんですよね。そうですね。デザインの癖がすごい。いただきます。甘い、いい甘さ。いい甘さ。一番いい甘さじゃ。一番いい甘さ、どれぐらい？落合の子育てぐらい。めちゃくちゃ甘いやん。甘い。福士くんやろ。元気にしてる福士くん。めちゃくちゃ甘いって。昔テーブルでしょんべんしてたね。そんなことを言うな。仮装のポイントをちょっとお聞きしたいんですけども、やっぱりこのパイの実のね、食べた後の箱がこれちょっと噛む感じになってるんですけど、これ簡単につけれますんで。でこれね、実はね、痛くないんですよ。噛まれない。それは痛くないよ。皆さん気軽につけていただけてるんですね。痛くないんですよ。はい、痛くないんですよ。実は噛まれてるんですけど。じゃあノブさん。はい、僕はコアラのマーチなんですけど、だからコアラの妖精なのかな。あとつなぎなんで死んでみたいな。もういいよ、お前のもう終わってんねん。終わってんねん、お前のは。噛まれた話でコアラの妖精やねん。なんかそうですね、ハッピーコアラちゃんかな。何言うとんねん。聞いてみたら何言うとんねん。テーマはハッピーコアラちゃんです。クソみたいなコメントしたの。クソみたいな。そんなの捨ててしまえ。あ、いいやねん、それは。申し訳ないです。可愛らしいね。ありがとうございます。